今日は最近リリースされたばかりのコントロールネットの新機能、リファレンスオンリーをご紹介します。これを利用すると元画像のデザインを残したまま別の画像を作成することができます。例えば元画像の女の子にコーヒーカップを持たせたり、ドレスの色を変えるということが簡単に行えます。厳密には機能は異なりますが、用途によっては以前ご紹介したインペイントの代わりにもなりそうな機能ですね。世間ではローラの代わりになるという意見もあり、これを知っておくだけで画像生成の引き出しを増やしていくことができそうです。またローラに比べて構図が固定されやすい性質を持っているため、構図を指定するコントロールネットの機能と併用するとより便利に使えるという意見もあります。なかなか試しがいのある機能ですね。今回の動画は Google コラボを利用してリファレンスオンリーを導入するまでの手順と、実際にリファレンスオンリーを用いてこのように元画像から別の画像を生成するところまでをご紹介します。Google コラボ上でリファレンスオンリーを導入するまでの手順は簡単です。以前こちらの動画でお伝えしていたコントロールネット導入用のコマンドを実行することで、最新版のコントロールネットがインストールされるので、あとはステーブルディフュージョン Web UI を起動するだけとなります。実際に導入までの流れを動画で収録しているのでご紹介します。まずはステーブルディフュージョン Web UI 自体のセットアップです。最新版であるバージョン 1.2.1 の環境を構築するためのコマンドを用意したので、こちらをコピーして貼り付けてください。コマンドの URL は概要欄に載せていますのでチェックしてみてください。 Python launch .py から始まる行のみ別のコードブロックに移して実行します。これでまずはステーブルディフュージョン Web UI の環境構築が実行されます。環境構築が完了したらコードブロックを追加してコントロールネットの導入コマンドを追加し実行します。処理が完了するまでしばらく待ちます。最後に先ほど別のコードブロックに移しておいた Python launch.py から始まる行を実行します。しばらく待つと URL が表示されるので、そちらにアクセスすればステーブルディフュージョン Web UI の画面が開きます。コントロールネットからリファレンスオンリーが利用できることを確認します。導入手順については以上となります。利用方法は簡単です。まずはプリプロセッサーでリファレンスオンリーを選択します。次に元画像とする画像をドラッグ&ドロップで入力します。そしてイネーブルとピクセルパーフェクトのチェックボックスを有効にします。あとは実行のみですが、元画像を忠実に土台とさせるようにするには、元画像で利用していたプロンプトを利用する方が良いです。例えば、彼女はコーヒーを飲んでいるという意味のプロンプトだけを入れて生成しようとすると、このように全く別の画像が生成されてしまいます。今回はピングインフォを利用して元画像のプロンプトをコピーしつつ、コーヒーカップを持たせた画像を生成してみようと思います。先ほどと同じようなプロンプトを追加します。プロンプトの詳細についてはチチプイに載せておくのでチェックしてみてください。
このようにさほど時間をかけずに同じ格好構図の女の子にコーヒーカップを持たせることに成功しました。また同様に赤いドレスに着替えたバージョンも作成してみました。こちらもプロンプトはチチプイに載せています。ちなみにパラメータはスタイルフィデリティなどをいじってみたものの、これが実際にどれぐらい生成に影響をもたらすかはまだはっきりとしていないので、動画内での説明は割愛しています。今回ご紹介したレファレンスオンリーの強みは、画像1枚を用意するだけでその画像をベースにした画像が作れるところにあります。私もまだ試し始めたばかりですが、これを使いこなすことで今までは難しかったポーズでの画像作成などもうまくやれるようになるかもしれません。私も引き続き試してみようと思います。またレファレンスオンリーについては後日さらに他の機能も追加されているので、そちらについてもまた別途ご紹介できたらと考えています。それでは皆さん、楽しい画像生成ライフを。ご視聴ありがとうございました。